ザ・メトロスは、イングランド・ペッカー無出身の5ピースのインディーロックバンド。結成メンバーは、ボーカルのソウル・アダム・チェウスキーと、リード・ギタリストのジャック・ペイン。バンドは、多くのメンバーがまだ学生の時に結成された。パンクロールバンドを名乗る。アダム・チェウスキーの父は、A、A&M のレコードジャケットを手掛けていた。ペインの父は、 スクイーズのメンバーであるグレンティル・ブルックのセッションベース、プレイヤーだった。イアン・デューリーの息子であるバクスター・デューリーをプロデューサーに迎えてデモを制作した。ザ・リバ・ティーンズ、ザ・ストロークス、ザ・ビューなどのバンドを発掘したジェームズ・エンダコットに見出され、1965年コーズと2006年に契約を交わした。この時、メンバー5人全員が18歳未満だった。 影響を受けたアーティストに、スクイーズ、イアン・デューリー、ビースティ・ボーイズ、ザ・リバティーンズなどを挙げている。2009年6月17日、解散を発表。エデュケーションパート2 by The Ametro's The Times、2008年4月25日。A.B. オフィシャルバイオグラフィー、インタビューバイブ、2008年8月26日。ありがとうございます。